日本共産党の辻元達也でございます。通告に従い順次質問をいたします。1項目目は子ども医療費助成についてお聞きいたします。すべての子どもたちが安心して必要な医療を受けることができる制度として市民から歓迎されている子ども医療費助成について、来年7月からその対象を高校卒業まで拡充する方針が示されています。これを知った市民から喜びの声が数多く寄せられています。私たち日本共産党議員団もこれまで医療費助成の拡充を繰り返し求めてきたところであり、この度の市長の英断を高く評価し、その取り組み姿勢を強く支持することを表明するものであります。特に我々議員団は、高校生になった途端に子育て世帯の経済的負担が大きく増えること、高校生はさまざまな条件が重なって医療にかかりにくい環境にあること、これに関連し、特に歯科診療の受診率が低く、その結果、成人の男女を問わず8割が歯周病またはその予備群と言われるほど深刻な状況にあること、口腔衛生管理と脳卒中や糖尿病などの生活習慣病が密接に関係していることから、若年層の口腔衛生対策の推進が疾病の予防、ひいては国民全体の健康増進に大きく寄与するものとして、専門家や研究者がその効果を指摘しているところであり、医療費助成の対象年齢拡充がその一助となるものとして期待されることから強く提案してきたところであります。この際、改めて制度拡充にかかる認識と必要な財源についてお聞きいたします。子育て支援部長でございます。ご質問1項目目、子ども医療費助成についてお答えいたします。1点目の医療費無償化の対象年齢拡充にかかる市の認識についてでございますが、本市では平成25年7月に中学校3年生までの医療費の無償化を実施し、その後も保育料の第2子以降の無償化や中学校給食の無償化などの実施により、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ってまいりました。しかしながら、これまでの支援は中学生までが中心であり、高校生への公的支援は少ないため、高校生を持つ家庭では子育てにかかる経済的負担は大きく、さらにコロナ禍にあって生活は厳しくなっております。今年度に開始しました明石市給付型奨学金においても、定員を大きく上回る申し込みがあり、小学生の選考を進める中で、コロナ禍の影響により収入が激減するなど、当初の想定以上に高校等への進学に対しての困難な状況にある児童が多く見受けられたところでございます。これらのことから、子ども医療費の無償化を18歳まで拡充することで、高校生世代の子どもを持つ家庭の経済的負担の軽減を図ろうとするものでございます。なお、開始時期につきましては、次回の医療費受給者証の切り替え時期である来年度の7月からを想定し、システム改修を行う所存でございます。続いて2点目、必要な財源についてでございますが、子ども医療費助成を18歳まで拡充するためには、新たに約8000人の対象者が増えることにより、医療費など約2億1200万円の負担増が見込まれております。これにつきましては、現在の推計人口をベースとした令和3年度からの地方交付税が6億円程度増える見込みであり、安定した財源を確保した上で実施していきたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。